はい、こんにちは、堀です。今日はチンゲンサイのミニチンゲンサイのシャオパオをハッシュしていきたいと思います。ハッシュしていくのに使う道具はタネポンという簡単に種がまける道具を使用していきたいと思います。はい、本日は128ケツのセルトレイにハッシュしていきます。はい、では土を詰めていきます。はい、綺麗に土が詰めることができました。次は植え穴を開けていきたいと思います。ハッシュ穴を開けていくのに鎮圧板という穴を開ける道具を使って穴開けていきます。はい、では穴を開けていきます。はい、綺麗にハッシュ穴が開けることができました。ではハッシュをしていきたいと思います。シャーパオというミニチンゲンサイですね。これは小ぶりのミニチンゲンサイなので早く収穫できるチンゲンサイです。はい、ではこちらの種ポンを使って種をまいていきます。はい、では種をまいていきます。はい、ハッシュすることできたんで、仕上げにバーミキューライトで覆土をしていきます。はい、では覆土をしていきます。はい、覆土ができたので、あとは散水して終了です。